そこでですね、まあ、これは投資委員会として、その投資あるいはインベストメント 4.0 を実施するのにですね、必要なのは5つの要素があるというふうに我々は考えています。技術、人材、インフラ、企業ですね。で、ターゲット産業で、その中で投資委員会としてはですね、技術と人材がですね、非常に重要だと思います。で、投資委員会としてはですね、2015年の後半から2016年の末までですね、クラスター政策という、政策を打ち出しましてですね、で、そのクラスター政策の恩典を受けるために一つ条件として決めたのが産学連携、というプログラム、産学連携プログラムを企業、奨励企業がそれを実施しなければならない、ということでありましてですね、で、ただしですね、クラスター政策というのはちょっと短期間だったんですけれども、申請する企業もですね、期待ほど多くはなかったんですけれども、全体、日系企業もですね、ちょっと少なかったということです。そうですね、去年2016年の段階で申請案件がたった16件ですけれども、やはりその産学連携、プログラムを実施しなければならないというところがちょっと若干問題があるんじゃないかというふうに BOI も思って、おります。ただしこの、人材育成が重要であるということでですね、この産学連携プログラム実施、することですね、それが義務付けられたように、その奨励企業にですね、義務付けられたことによってですね、初めて、この、人材育成がというものがいかに重要かということが強調されたというふうに私は思います。で、産学連携はどんなものがあるかというのを申し上げますと、このプログラムはですね、BOI が初めて考え出したものではございません。もうすでに、我々のクラスター政策の前からその以前にですね、いろんな、例えば科学技術省のですね、ここの名前が非常に言いにくいですけれども、国家技術イノベーション政策局、タイ語ですと総合都のですね、この機関が実施しておりましてですね、で、あるいは教育省、いわゆるタイの文部省もですね、こういうようなコーオペレーティブエデュケーション、あるいはデュアルボケーショナルエデュケーションだとかやって、なんですけれども、で、 BOI はそれを取り入れてですね、クラスター政策の中に、奨励企業にですね、これを、全てじゃないんですけど、どれかを選んで、実施しなければならないということですね。で、それをやって初めて BOI の恩典を高くもらえるということです。この科学技術省の方のこのウィールっていうのはですね、これは英語からですね、頭文字取ってですね、ワーク・インテグレーテッド・ラーニングということでですね、ですからウィールというふうに呼んでるんですけれども、要するに、この科学技術省がですね、仲介者としてですね、入ってきます。で、そして企業と民間企業と大学側をマッチングして、で、学生をですね、大学の学生を民間企業に、インターンシップ、インターンさせるということです。そういう、ですから勉強しながら単位も取れるし、民間企業の方にも、こういう学生をですね、受け入れますとですね、将来、
自分の会社として雇う雇用するというようなことも出て、まあ、あり得るということですね。お互いに、まあ、ウィンウィンという形です。で、こちらの教育省の方はですね、コーペラティブエデュケーションは大学レベルです。大学レベルの学生を同じくですね、民間企業に派遣してインターンをするという。でこちらは、職業訓練学校のレベルです。まあ、タイ語では防護省防護省のレベルですね、訓練、させるということですね。で、まあ、申し上げたようにですね、クラスター政策は BUI としては終わったんですけれども、ただし今年の初めにですね、 BUI も、まあ新しい政策とかもですね、追加のものとして発表しました。もちろん大きな枠組み、省令政策の枠組みは2年前に導入してですね、で今年の初めには、まあ、追加のものを発表してですね、その中でもですね、技術開発に、まあ、基づく、まあ、省令、投資省令キャンペーン、投資省令措置も発表しましてですね、その中ではですね、まあ、技術が重要ですから、この4つのコアになる、核になる技術をですね、決めて、バイオ技術だとか、ナノ技術、先端素材の技術だとか、デジタルの技術だとか、こういうの分野ですね、もちろんそれぞれのコアとなる技術にですね、まだ細かい技術が入っているんですけども、ちょっと今日は省令政策についてお話ししてないんですから、ここでですね、スライドでは出してないんですけれども、それぞれのものをですね、まあ、あるいはそれと関連する、この、コアの技術をサポートするようなサービス業もですね、これを全部合わせてですね、こういうふうな分野ですと、まあ、BOI はですね、10年間の免税運転を差し上げますということで、でまた、もし、まあ、BOI の言葉でですね、メリット活動をやるようなこともあれば、例えば、スタッフの訓練だとかですね、それも、まあ、追加の運転も可能であるということで、合わせて最長13年間という免税期間ですけれども、ただしですね、すいません、この技術開発の奨励キャンペーンの中にはですね、クラスター政策と同じように産学連携の条件が入っています。まあ、ですから、クラスター政策終わっても、その産学連携ということはですね、まだなくなってないんです。まだ生き残ってます。で、この産学連携は今度は、まあ、人材育成でもいいし、合同研究でもいいです。でここで例として、挙げますとですね、バイオ技術ですね、バイオテクノロジーを例として、まあ、タイの中ではですね、いろんな機関が今ございましてですね、まあ、タイ科学技術研究所だとかですね、バイオテックだとかですね、あるいは T セルだとかですね、研究機関ですね、あるいは大学の方ですと、ガセサート大学ですね、その中に農業バイオセンターがございます。あるいはマヒドン大学、こういうふうな機関あるいは大学がですね、もちろん奨励企業 BUI 奨励企業と一緒に、協力して、活動を、その産学連携の活動をができるということです。でそこでですね、私思うのは、大企業、特に、まあ、日系企業の大企業ですと非常に力ありますから、
まあ、人材も豊富ですし、BOI 投資委員会の、まあその産学連携の条件のあるような奨励キャンペーン、奨励措置に申請することはできると思うんですね。こういうふうに産学連携を実施する能力は、まあ、日本の大企業はあると思います。ただし一方中小企業は言葉の問題もあると思います。人材の問題もあると思います。簡単にですね、気軽に BOI に相談してきてですね、産学連携の条件もついているような奨励、政策にですね申請はできないんじゃないかと思うんですね。ですからそういうところにですね、もし仲介をするような機関ですねがあれば、もっと簡単に、もっと、まあ、簡単ではないでしょうけれども、もう少しできるようになるんじゃないかと思います。まあ、ですから今日の主催セミナーの主催者がまさにですね、日本国費留学生基金、日本国費留学生会、皆さんが非常に力を持ってますので、強い期待をしております。ですからあるいは元日本留学生がたくさんメンバーに入っている TPA とかですね、が仲介者としてですね入ってきて、日本のその中小企業をですね何らかの形でですねサポートして、こういうふうな企業は非常に技術持ってますから、日系企業はもう、日本は今人口も少なくなっているということで、国内市場も減っているということで、海外にどんどん活動を展開しているということで、ぜひ日系企業はですね、特に中小企業が単位でその技術をですね持ってきて、ここでですね、事業展開がスムーズにできるように何らかの形ですね仲介人ですね、がいればいいんじゃないかと思います。まあ皆さんに宿題を差し入れたんじゃないかと思います。で、ちょっと最後ですけれども、投資委員会の PR をさせていただきます。で、投資委員会はもちろんこの人材が不足しているということが、まあ、それはちゃんと認識しておりますので、したがってそれに関してですね、 BOI は今度専門家斡旋センターですね、英語でスタティチックタレントセンターですけども、でも私タレントとあんまり好きじゃないんですから、芸能界みたいな感じですけど日本語で直しますと、まあ皆さんいろいろ皆さんに相談してですね、じゃあ専門家にしましょうということで、でももし BOI の幹部がタレントセンターと言ったら、まあちゃんと理解してみてくださいということですね。で、ですから対 4.0 のモデルにはですね、その BOI に申請して、もし専門家が不足してるんですね、で研究開発だとか、いろんな進んでる技術を取り入れたいんだとかですね、人がいない場合で、そういうような時にBOI がですね、今からいろんな協力機関がございますので、専門家のデータベースを作っておきます。で、希望が入って、リクエストが入ってきますと、そのマッチングをやっています。我々の持っているデータベースにですね、比較して。まあ、あるいは、企業側から進んでですね、自分はもうすでに専門家持ってきてですね、持ってるんですけれども、親会社の方にですね、でもタイで認証が必要の場合ですね、ビザワーパーミットを取るのに、まあ
専門家ですとちょっと特別の窓口がございますので、でもそれを利用できる前にですね、認証が必要です。その人物が専門家であるということで、それも POI がサポートします。その認証することですね、ですから詳細、その人物の詳細等々をですね、POI の方に出してきて、で我々が関連機関、政府機関と一緒に、活動してですね、でちゃんと認証して、その人物のビザワーパミットをサポートします。でこの STC センターがですね、 POI の OSOS ワンストップサービスセンター、これはジュラロコン大学の隣のチャンチュリースクエアに入の18階に入っておりますの で、来月の3日に発表いたします、公開いたします。このセンターのですね、また皆さんにですね、ご興味持ってるならば BY ホームページですね、またその3日からいろんな情報を載せると思いますので、で、以上が私からの話ですけれども、でやはりもう一度繰り返して伝えて申し上げておきたいというのは、タイにとって私思うにはですね、やはり人の問題が一番重要だと思います。で私も元日本国費留学生としてもですね、本来元日本留学生ですけれども、主にですね、タイ政府の奨学金をもらってました。でも大学院の時2年間ですね、日本国費文部省から奨学金をいただいておりましてですね、したがって日台関係、これからのさらなる連携がですね、もし何かあれば私、個人でもサポートを力になりたいと思います。ちょっと一人だけですけれども、一つの小さな力ですけれども、少しでは役に立つならば役に立てたいと思います。ご清聴ありがとうございました。